おはようございます。12月23日腹筋ローラー268日目、62歳、セカンドチャレンジ63日目です。何気なく、ちょっと気がついてしまったんですけど、毎朝、やってる腹筋ローラーの所要時間っていうんですかね、間のセット間の、休憩を入れての、時間が、やってる回数は変えてないんですけど、約130回程度目安にやってると思うんですけど、3、4分くらい伸びていますね。寒くなったせいなのか、もちろん、チャオが、ちょっと邪魔に入ってる時は、ちょっとその間ですか、ドタバタ劇が、動画にはないんですけどあるので、伸びているのは分かるんですけど、今日あたりはチャオも、ここのところ寒いので、ちょっとじいちゃんの相手もしてくれないで、こたつの中に潜んでるような状態なので、茶を関係なしにしても伸びてるのかなと、ちょっとやっぱりセット感で、寒いな、じゃあこのぐらいでいいかなとか、ちょっとそんなことをこう頭の中でこう考えてるというか、その腹筋ローラー、やってるところからなんとかこう逃げ出す理由を考えたりしてるんでしょうね。それでついつい、ちょっと時間が伸びてるのかなと思います。今のところとりあえず、悪魔と天使が、もうやめちゃいというのと、10分なんだからちゃっちゃとやっちゃいというものの格闘の中で、ちょっと前任の方が分があるようで、とりあえず続けてられるわけですけど、いつこれがね、ちょっと悪い方、だらけてる方の気持ちが強くなるとは限らないんで、その時ですかね。別になんかそうですね、腹筋ローラーをやってやらなくちゃならないという、そういう理由が、明確な理由は何一つないわけなので、そこがどうなっていくことやらとは、思っています。なんとか、この、体の動かしにくい寒い時期を、ちょっと、気持ちで乗り越えていければとは、思っています。まだまだ、寒くなっていくので、その時、柔軟に、考えて、ちょっとやっていきたいと思います。また続けていきますのでよろしくお願いします。